まあ初代まあから言うとね、まあ万髄長兵衛から国定忠治、清水次郎長、いろんなこと、まあそういう歴史的な人物があるわけですよ、会に。だからね、物をね、その時はね、会に、まあ清水次郎長にでもね、山場鉄舟がね、会に十手を与えたり、これは藤の裾の開拓制とか、いろんなことをして、そういうものを導いたわけでしょうが、会に。誰が今の社会に導いてくれます、この官僚が。あ、立派な官僚がおったわけやからね。だから今言うとるわしもね、何もこんなことをね、初めにうちの会社を作ってやった時は、うちの若い人、ダンプを全部動かしたわけだ、会に。ダンプを動かしたり、いろんな仕事もさして、これは実際こういうことでね、ヤクザでもやっぱりこれはね、なんでそうなったかいう理屈はね、博打を取り上げられたわけだ、はっきり言って。で、博打はね、はっきり言って我々は都政で博打をしとったわけだ。博打をしてるとね、どういう学校言うと、仮にこの人、まあ村井先生が親分でしたら、この人困ってたら、若い人が我々が行ってね、今日一晩照らしますから、その来てくれませんかと土産持って来るわけだ。そういうコミュニケーションでね、やっとるから、もう組織がね、30人おったら立派な親分ですわ、仮に。小さいわけね。小さくてよかった。小さいよかったわけで、そういわゆるバうクトというか、バクトというさ、それを取り上げてね、どんどん取り上げて、わしらの飯の食うことをだんだん取り上げたからね、これバクチをせんから、これヤクザ大きなってしまったわけだ、逆に言うたら。とても経済薬剤になってそしたら、バク企業をチをやったさしり、とったらね、わしらそのね、ためにね。わしらね、実際バクチしとったらね、わしらこんな家住んで、こんな車乗ってると、そんな夢に思ってませんよ。ベンツなんか乗れなかった。絶対乗りませんよ。彼はね、暴力団って言葉、そこから生まれたんですよ。そこまでは暴力団って言葉はなかったんですよ。これもヤクザだったね。それからバクトだったんです。もう一つは、グレン隊っていうのがありましてね、どこの組織も。で、バクトでやってる時には、片木さんを大事にしなさい、お客さんだ。そう、お客さんやから。ところが、それを取り上げた、まあ、警察関連の短絡思考ですよね。バクトを取り上げれば、全部片木になるだろうっていう発想でやったわけですよ。そこで暴力団というモンスターが生まれたんです。で、今度は暴力団をね、解明しようと。その次に出てくるモンスターは、どういうモンスターだろうっていうのが、今日の僕はテーマ、最大のテーマだと思うんですね。なるほどね。もう一つはね、我々もね、何もその悪いことしてね、生活しようとか、こんなことは誰も思ってませんよ、はっきり言って。だから我々は我々だけのコミュニケーションでね、やっぱり会に人を大事にしてね、それから旦那という人ができて、そういう人から実際言うたらこぼれて生きとるのが、やっぱ都政の生き方ですわ、普通で言うて。人を大事にして、やっぱり金を儲て生きてるのはこの都政ですわ、はっきり言って。だから客を大事にせんかったらね、結局飯は食えん都政でね、お前でね。だからそういうコミュニケーションまでね、結局は全部入ってきてるわけだ、向こうが。入ってはっきり言うてね、先生言ってるように、法律見解じゃないことをしてるわけだ、はっきり言って。法律じゃない。だけど、赤いにわしだと土下座付き合いしてるでしょ。お前らその付き合いしたら明日から指名止めるぞとかね、はっきり言いますよ、それ。そういうことを言うて、脅かしてね、どん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 我々の距離を離していってるわけだ、今。仮にね。それで、その人間がわしらに言いますやんか、仮に。だから、なんでそんなことまでしていかないかんねんと。ただね、僕らから来るとね、そのバクトと今の基準。